が出ました、こちらです。じゃじゃーん、イシのベースボールプロテイン。そしてパッケージご覧になると分かると思うんですが、あの有名な野球漫画のメジャーの、そうですね、あ、メジャーセカンドですね。ね、好きな方は知ってると思うんですけれども、野呂くんの息子、五郎の息子が今やってるね、今もサンデーで連載中の漫画なんですけれども、なんとですね、小学館さん、そしてメジャーセカンドと、コラボですね、実現しまして、そして今回このベースボールプロテインとして発売することになりました。で、まあこのね、まず説明をしておくと、まあ、もちろんこの今回の、あ、先に味です。味は結構普通にね、じゃじゃん、バニラです。結構ね、これはあまりおふざけが過ぎると怒られるかもしれないので、結構普通にしました。で、プロテインはホエーです。ホエープロテインです。そしてちょっと待ってくださいね、後ろに書いてあるあれを読んでいくんですが、炭水化物ですね、カーボが入ってます。ブドウ糖とマルトデキストリンと果糖が入ってます。で、マルトデキストリンとあと普通のデキストリンも入ってるのか。これで4種類のカーボで、カーボアップすることで、まあ、特にね、スポーツ選手、まあ、野球であったりもちろんサッカーなんかもそうなんですけれども、スポーツされてる方には非常にいいんじゃないかなと思います。そしてクレアチンも入ってます。なので、まあ、もちろんバッティングや守備の時なんかの瞬発力のアップにもいいと思います。そして、MSM とコンドロイチン、これね、まあ、関節を守るようなものなんですが、まあ、やっぱり野球やってるとね、よくこう肩を壊すとかね、肘を壊すとか、そういう選手も多いと思います。なので、こう体作りを狙ってですね、コンドロイチンであったり MSM であったりとか、こう関節にね、いい成分も入ってます。そして、まあ、味はバニラフレーバーで美味しくなってます。で、メジャーセカンドとのコラボレーションということですね。で、このね、実はね、もうメジャーね、ご存知の方、僕この、メジャーセカンドも今毎週サンデーで読んでるんですけれども、このメジャーのね、最初の1の方もですね、非常に良くてですね、漫画の方もおすすめですので、ぜひ読んでみてください、この機会に。はい、ということで、では早速飲んでみましょう。はい、今回はなんとなくジャンボシェーカーにしてみました。はい、ではいつも通りですね、 200cc の水を入れて、 200cc の水を入れて、水切り4杯ですね。はい、入れてみましょう。1杯、2杯、3杯、
思います。で、まあ、ワールドカップ目指す人もねこれいいんじゃないかなと思うので、ぜひこの、バニラ風味飲んでみたいなっていう人はお試しください。ということで、ぜひ皆さんメジャーセカンドのベースボールプロテイン今回試してみていただければどうでしょうか。ぜひ飲んでください。それではまたお会いしましょう。さよなら。